次期台湾が自主建造中の最新鋭潜水艦を進水間近と言われている。異例のスピードで建造が進んでいます。今回はこの台湾潜水艦建造と中国の対潜哨戒機の動きについて詳しく見ていきますね。動きが活発化しているので何か情報を収集しているのでしょう。台湾へたびたび侵入しています。次遼寧が通過したら。近年、中国軍機による台湾の防空識別圏への侵入による威嚇は増加の一途をたどっているが、2021年7月23日に、ワイは地対潜哨戒機1機が台湾の南西方面の防空識別圏に侵入しており、台湾側は地対空ミサイルでの追尾を行ったという。今回この中国軍のワイは地対潜哨戒機1機は台湾の領空侵犯までには至らず、また中国と台湾とが相互の軍事行動の目安としている台湾海峡間の中間線も越えておらず、至近距離への接近とまでは言えなかった。台湾国防部の記録によれば、中国軍機の台湾防空識別圏への侵入がこれまで最多だったのは2021年6月15日の延べ28機だと公表されており、この時も戦闘機や爆撃機に混じって Y は地対潜哨戒機1機も飛来していた。ここで中国軍の Y は地対潜哨戒機の台湾への飛来に注目しているのは、同機が2020年11月に台湾が国産での新型潜水艦の建造計画を始動させて、以後それを封じ込める能力を誇示するかのようにたびたび飛来しているからだ。ことに台湾の国産新型潜水艦の建造が始められてからわずか1週間後に、中国はこの Y は地対潜哨戒機からの敵潜水艦に向けた爆雷投下の軍事演習を実施し、あからさまに台湾の新型潜水艦建造を牽制する動きを見せている。中国メディアの環球時報は、この軍事演習で中国軍の Y は地対潜哨戒機が爆雷を投下する姿を捉えた写真を紙面に掲載し、台湾の分離独立を目論む勢力に対し、これらが有効な軍事対抗策になるとの趣旨の報道を行った。現在の世界的な軍事の基準から見ても、決して先進的とは言い難いのが、中国軍の Y は地対潜哨戒機であり、こうした記事を中国側メディアが掲載すること自体が、稀有な事例とも言えるが、それだけ台湾の潜水艦建造を危惧しているのだろう。中国軍の Y は、地対潜哨戒機は、1950年代後半に初飛行した旧ソ連の AN-12B 輸送機をベースとして、中国のシャンシー飛行業公使が1980年に国産化した、いわばコピー品のさらなる派生型だとみなして、差し支えのない機体といえる。こうした中で、Y は、地対潜哨戒機は、詳しくは、中国軍で、Y は、地球もしくは、KQ200 と呼ばれている、独自改良版であり、対潜哨戒機としての能力は、アメリカの旧型対潜哨戒機である P3C に準じるものとみられているが、中国軍では、2017年から、導入された。これだけ、ベースの旧式な機体を、ようやく、4年ほど前から、中国軍が導入を始めている点からは、以前から指摘されている通り、中国軍の対潜哨戒能力そのものは、決して高くないことの証左であると見てよいと思われる。中国海軍が保有する北海、東海、南海の3つの艦隊すべてに、Y は、地対潜哨戒機を導入したのは2019年頃とみられており、最近の艦隊や部隊では、まだ、わずかに、そこから2年ほどしか対潜哨戒機の運用を経験していない状態にある。
年々おびただしい数の艦艇を増強している中国海軍に対し、一部からは、今から台湾が国産の潜水艦を建造しても、到底有効な戦力足りえないとの指摘の声も上がっているが、中国の対潜哨戒能力を考慮すれば、無駄とは言い切れないだろう。台湾は、南部の主要都市、高雄に、新型潜水艦の専用建造施設を新設し、合計で8隻の建造を目指しているが、一番艦は2024年に進水し、翌2025年の収益の予定で、早ければ2030年頃、遅くとも2035年までには全隻を建造するとみられている。実際に台湾が2030年までに新型潜水艦8隻の建造を終えるとなれば、実に毎年1隻に近いペースであり、日本の海上自衛隊がこのところ継続しているのとほぼ同様な数となり、初めて潜水艦を自国建造するにしては驚異的に映る。台湾では新型潜水艦の一番艦の建造費を約1800億円と見込んでおり、2番艦以降、これに含まれていた初期費用が削減され、1隻あたりでどれほどの建造費となるのかも。同じく通常動力型潜水艦を配備する日本としては気になる部分だ。海上自衛隊の最新鋭潜水艦である大鯨型は1番艦でおよそ800億円の建造費となっており、前級艘竜型の後期11番艦蒼竜と12番艦鴎竜からリチウムイオン電池とディーゼル機関を採用したことで少し高騰している。台湾の新型潜水艦計画にはアメリカはもとよりヨーロッパの複数の国々からの支援を仰いでいると台湾国防部が2021年3月に認めており、潜水艦の建造技術の有無から考えればイギリスやフランス、ドイツなどが有力視される。台湾の新型潜水艦計画では事前の設計にはイギリスの軍事コンサルタント企業が参画している模様だが、通常動力型潜水艦となればイギリスは建造しておらず、やはり209型や214型などで海外輸出に実績のあるドイツが筆頭かもしれない。フランスもスペインとの合弁でスコルペヌ型潜水艦等の通常動力型潜水艦も建造しており、また自国のシフラン級原子力潜水艦を通常動力型に変換した艦をオーストラリアのアタック級潜水艦として受注してはいる。しかし、ご存知のようにオーストラリアへのアタック級潜水艦計画は自国のシフラン級の建造遅延及びそれに伴う建造費用の高騰に比例してしまい、2021年にフランス政府が契約の履行を確約するまで計画そのものの継続すら危ぶまれていた。そうした問題の表面化にもかかわらず、オーストラリアがシュフラン級の改造艦に固執したのは、同艦が対地攻撃用の巡航ミサイルを運用可能なためであり、長距離攻撃能力の獲得が喫緊の課題とされたゆえであろう。話は少し横道にそれるが、アメリカ空軍が開発中の新型爆撃機 B-21 が、もし仮に今後海輸出が可能とされ、オーストラリアがその調達を行える場合、長距離攻撃能力を同期で賄えることになり、要件としてはアタック級のカバーが可能だ。個人的にはそうなった場合には、オーストラリアがアタック級の全12隻の予定の建造数を削減する可能性もあると思えるのだが、潜水艦の自国建造を雇用及び経済対策に組み込んでいる同国がどのように判断するのかが焦点になるだろう。さて、台湾の新型潜水艦計画だが、通常動力型の中でも一番艦の機関部の構成は現行の海上自衛隊の大鯨型と同様にリチウムイオン電池と発電機、ディーゼル機関を併用したものとなることが予想されている。
しかし、2番艦以降では、ドイツの214型で採用されているディーゼル機関と燃料電池方式の非対機依存推進の採用の可能性も囁かれており、ドイツが主体的に建造に関わる場合には、その方式となることも十分に考えられる。ただ、一つ気になるのは、ドイツ経済は中国との輸出入の関係が深く、その意味ではヨーロッパの中でも親中の度合いが高く、中国からこれを背景にした横やりを入れられた場合に、台湾への技術供与を全うできるかという点だ。このあたりは、かけたはしごを途中で外されぬように、どれだけ前もって台湾側がその対応を織り込んで対処していくのかに大きく左右されると思われるが、これまでもそうした立場を痛感している台湾の立ち回りに注目したい。日本からしてみれば、言い方は不適切かもしれないが、この件はヨーロッパ諸国がどれだけ対中国政策に本気で取り組むのかを見定める大きな試金石となるのかもしれない。